フライングライナー号フライングライナー号、フライングスニーカー号フライングライナー号は、東京都江東区と大阪府大阪市を結ぶ、夜行高速バスである。この項目では、姉妹路線のフライングスニーカー、大阪号及び、廃止路線のフライングスニーカー京都、茨城号についても一括して説明する。全席指定制なので、あらかじめ乗車券を購入しなければならない。 フライングライナー号東北急行バス、東京営業所東京ディズニーランド東京駅、八重洲通り横浜駅西口、京都駅八条口大阪駅前、ナンバオキャットビル阿部野橋駅、フライングスニーカー、大阪号東北急行バス、東京営業所東京ディズニーランド、浅草駅前上野駅前東京駅、八重洲通り京都駅八条口、大阪駅前、ナンバオキャットビル阿部野橋駅、 フライングスニーカー京都、茨城号東北急行バス、東京営業所東京駅八重洲通り、京都駅八条口 JR 茨城駅、阪急茨城市駅第二次駅両社とも、日の、セレガを使用する。なお、近鉄バスは一時期2階建てバスを使用した。近鉄バス、平成28年12月1日、フライングスニーカー、東京出発便が、 ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに乗り入れ開始。2016年12月23日閲覧。近鉄バス。平成29年7月14日。高速バス大阪、京都東京線を東京ディズニーランドまで延伸します。2017年8月7日閲覧。運賃改定についてのお知らせ。東北急行バス。2019年6月29日閲覧。4月8日。 高新高速バスの運休について、近鉄バス、2020年4月14日閲覧。新型コロナウイルス感染症対策の推進及び政府の緊急非常事態宣言に伴う計画運休について、東北急行バス、2020年4月14日閲覧。AB、6月30日高新高速バスの運行再開について、近鉄バス。 2020年7月4日閲覧 AB 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う今後の運行計画について東北急行バス2020年7月4日閲覧 AB8 月17日更新高速バスの運行状況について近鉄バス2020年9月13日閲覧 AB 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う 今後の運行計画について、東北急行バス、2020年9月13日閲覧。AB、3月2日、更新、高速バス一部路線運行再開のお知らせ。近鉄バス、2021年3月4日閲覧。AB、新型コロナウイルス感染拡大の影響に伴う、今後の運行計画について、東北急行バス。 2021年3月6日閲覧。ありがとうございます。